は、ゆうせいです。今回はチョンコルシャクにやってきました。今回は前回に引き続きスキーをやりたいと思います。トラマスズビ、ゆうせいです。第23話チョンコルシャク、前回はカラコルでスキーをやりました。今回はビシュク郊外にあるチョンクルチャックに行きます。それではどうぞ。で、チョンクルチャックっていうのはビシュケクから車でだいたい1時間ぐらい南に来たところにあります。で、結構ね、ビシュケクってもう暖かくなり始めてるんですけど、ここはまだこんなに雪が残ってます。それでは早速上まで行きたいと思います。レッツゴー。今頂上に向かってます。カラコルの時は標高が3040m だったんですけど、ここはね、2100m ぐらいなのでそんなに高くないです。で、ちなみにこのリフト券は1日で1500ソムで、そのうち200ソムがカードのデポジットです。ちなみに規模自体もそんなに大きくなくて、リフトがね、大きく2本にこう分かれてて、で、真ん中までと上まで、で、合計4本ですね。で、傾斜も割と緩やかで、こんな感じです。はい、リフトの頂上に到着しました。めちゃくちゃ景色がいいぞ、これ。実はですね、このキルギスが終わったらというか、今日がね、本当は最終日だったんですけど、行こうと思ってた国が戦争になってしまって行くことがね、できなくなったんですね。なので急遽キルギスの滞在を延長して、それで今ここチョンコルチャクに来てます。で、3月の3日にトルコに行って、でトルコで乗り換えで1日だけ観光して、それでもうね、日本に帰国しようと思います。なので1ヶ月ぐらいね、早い帰国にはなるんですけど、まあそういうね、世界の情勢っていうのはね、コロコロ変わるし、で、私たちにとってはね、もうどうしようもないことなので、仕方ないかなと思ってます。この辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
もし面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。